遅くなってすみません。おい、ちまっておったぞ。セレナ仮面無事手に入れたの、どれどれ。お金はいいの、俺が受け取って。村長にセレナ仮面を渡した。ほうほう、今年もない特によくできているじゃな。一応ご苦労であった。しかし、だいぶ手間取ったら何かあったのか。はい。ふむ、とにかく今は祭りの準備じゃん。お、忙しい忙しい。お、でも着服できたぞ。それはそれでいいや。じゃあ。一遠くまで行ってくれて大変だったな。さすがに疲れたろ。準備手伝うか。家で少し休んで、ありがとう。どうしてもね、村長の娘が。女の子ったら全く。自分の家で休みましょうかね。ここだっけ？カメラ使えます。誰も姿を見せない。あーね。で、自分の家へ行きましょう。おうち、お疲れだったね。ターネちゃん留守番頼まれて、あんたの彼を待っていたんだよ。さあさあ、疲れたろ。少し休みましょう。連れてかれた。おばあさんに。おばあさんに連行されてる、俺。背負い投げされたわ。お、夜になりましたね。お、なんか物静か。音がないぞ。怖いな、なんか。お、一目が覚めたから、そろそろ始まるぜ。さあ、行こう。さあ、行こう。立ち止まることなく、つって。おっせえ歩くの。ホグワーツ、ハリーポッターのゲームはめっちゃみんな早いのに。歩く、走るの。走ってんだよ、みんな。あ、タネちゃんが来るわよ。いよいよカメラ使いの更新ね。お、火掲げてる。どの格好で来る？びっくりしたの。すごい格好だと思ったら、村長だったわ。お、光掲げて、お、いいじゃん。精霊の冠もつけてる、ちゃんと。お、素敵な BGM。タナちゃん、綺麗だよ。よっ、そっちを男前。いや、いいね。こういうお祭りでもやってみたいよな、ちょっとな。自分がこの格好をするとは限らないですけど。来た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 。一年の時を経て、今夜再び精霊の使いがこの村に訪ねてくださいました。大いなる精霊の使いを、さあその冠を我にお与えください。ターニャは精霊の冠を高く目を閉じた。山の精霊よ、あなたの冠を確かにお受け取りします。また一年間の間、我らをお守りください。おう、神よ。おお、そこに渡すんだ。精霊の使いはこれであなたの役目を終わりました。C です。どうぞ、山の精霊のもとへお帰りください。わかりました。ではまた来年参りましょう。皆に平和を。まあ、いけにえとかやらないか、やらないからいいね。なんか、ちょ、茶番っぽ、茶番っぽく。そんなこと言うんじゃねえ。なあ。大事な儀式なんや。あ、え？何？あ、って何？なんだろうなんだろうなんだろうね。ティー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 。1、私の声が本当にいるんだ。マジか。その時が来ると解き明かすのです。 あなたたちがもう少しで打ち破ることができたはず。魔王のまやかしを、そしてあなたの本当の姿を取り戻すんです。一丁、旅立ちなさい。それがあなたに与えられた使命なのですから。おー。
本当に精霊いたんだ。急に気が遠くなって、それから温かいものが。すげえ、本当の精霊みたいだって、本当に精霊宿ってたな、これ。わしはびっくりして腰が抜けるかと思ったわい。五本、みんなお静かに。ターニア、いや、セールの使いはご苦労様でした。あ、はい、私ではこれで。5本、これで精霊の儀式は終わります。なんかすごい空気になったね。さあ皆さん、いよいよ村祭りの始まりです。楽しい夜を。さあどんなのでしょうか。気になる、ちょっとレポートしよう。何やら一心課題か。あ、分かってたんだ。すごい変な夢見たことある。どこか分からない場所で仲間と魔王を立ち向かう夢だったとな。しかし、この平和な世界でそのことを。あ、あれ？ここは魔王が来ないけど、こっちは魔王がいると。こっちは魔王いないけど、下は魔王いたってこと？下の世界では魔王がいるってことか。そういうことか。なるほどね。なるほどなるほど。お、花火いいね。ここ、さっきもなんか花火あって、俺も。トゥ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 。いいね。なんか平和な感じで。大丈夫？急にドラゴンクエストみたいに急に村を襲ってこない？大丈夫かい？いいねー。ジー様から聞いたけど、あんたおかしな世界に行ってきたんだってね。なんか恐ろしいことは起こらなきゃいいけど、最近魔王がこの、ああ、やっぱそうなんだ。やっぱトゥットゥルトゥットゥットゥルトゥットゥットゥ。ちょっとダンスむずいな。まあ、急に方向転換すんだよマジで。おお、そういうのね。ふい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 、ふい、ふい。何やかましいわ、つってな。死んでる。ひゃ、飲んだ飲んだ、引く。あんた、めでたいマスで浮かない顔していけないよ。おー、花火だ、花火。ありがとう。そう、その時くらいな。まあ、しばし祭りを楽しむとしましょうかね。あ、もしかして、休婚してる？ダメダメっつって、し、今いいところに邪魔しちゃダメだよっつって。ごめんなさい、私まだ。年のことなら早くはしないと。俺は17、今年16、18、19で結婚するのかな。どうしようもないじゃない。私よくわかんないの、自分のことが。簡単なこともわかんないわ。私ってなんだっけつって。何を言ってるんだ、君の何がわからないんだ。でもそういう時あるよね。自分が自分じゃなくなるみたいな、あると思う。ごめんなさい。でも私本当にわからないの。この世界のことも、私自身も。もう少し考えさせて、それじゃあ。
単に、ね、自分が何者なんて誰にも分かりやしない。そうだね、かっこいいことね。いいな、羨ましいな、本当に青春してるって感じで。あー、僕も早く恋人が欲しいな。まあそんな無理して作るもんじゃないんじゃないかな。お、いた。あ、イッチ、さっきなんだか気が遠くなっちゃって、まさか本当のセレ様、あ、みんな通じてんだ、あれ。じゃ寝ちゃおうぜ、もう。ダメなんだ、寝ちゃダメなの。